小クは南インド原産の小科の多年生総本である。その種子がカルダモンと呼ばれる香辛料として使われることで最もよく見られる。熱帯地方で広く栽培され、デイユニオン、インドシナ半島、コスタリカに帰化していると報告されている。小クは刺激性で香りの良い多年生総本であり、高さおよそに4メートルに成長する。葉は2つの列に合成し、 皮張り形で長さ4 0 6 0トル長く尖った先端を持つ。花は白色から薄紫色で長さ3 0 6 0トルの緩い方の中に咲く。果実は3つの辺から構成される長さ1 2センチメートルの黄緑色の鞘で15から20個の黒色と茶色の種子を含んでいる。小族の緑色の鞘は乾燥され。 鞘の内部の種子はそのままあるいは引いて、粉にして、インド料理やその他のアジア料理で使われる。カルダモンと呼ばれる植物の中では、最も広く栽培されている種である。香辛料として使われる小族の鞘粉末にした、カルダモンは、多くのインドカレーにおける材料であり、マサーラーチャイの香りの重要な企業者である。イランでは、カルダモンは、 コーヒーや茶に風味をつけるために使われる。トルコでは、ケコクルと呼ばれる紅茶に風味をつけるために使われる。その原生地域に加えて、ネパール、ベトナム、カンボジア、タイ、スリランカ、中米で栽培されている。インドでは、シッキム州とケーララ州がカルダモンの主な生産地である。これらの州は、栽培面積と生産量の両方で順位が最も高い。ヨーロッパには、 紀元前1300年頃の初めて持ち込まれた。小軸は新原語ではカーンがムングと呼ばれる。小軸はコウモリがカノがエンドをくりた補正の幼虫の餌となる。小軸小軸の花小軸の三つの自然品種を以下に示す。近年、いくつかの栽培者が高収量品種を単理し、大規模栽培を始めた。最も一般的な高収量品種がナイアランであり、 これは、インド南部のケーララ州カタッパーナの農家セバスチャン・ヨゼフによって開発された特色ある、高収量品種である。ケーララ州、イドッキ県の KJ ベビーは、ナイアラニーよりも高収量なバスハカ型カルダモンの、純粋に白色の花が咲く品種を開発した。この品種は異なる、日照条件へ高い適応性を持ち、水浸しの場所においても栽培することができる。 ありがとうございます。